皆さん、こんにちは。今回は、電車の信号システムの一つ、ATC について、小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。ATC とは、電車の制限速度を、運転席についている機器で知らせながら、スピードオーバーした際には、自動でブレーキがかかるシステムのことを指します。正式には、自動列車制御装置という名前とのことです。まあ、電車の信号システムの一つのタイプで、以前に取り上げた ATS と似た感じのものとなっています。さて、ここで皆さん、このように思ったことがないでしょうか。おい、ATS と何が違うんだよ。まあ、こんな感じで ATS と ATC の違いについて見ていきましょう。まず、ATS の方ですが、正式名称は自動列車停止装置というみたいです。ATS の場合、運転士に対して電車を走らせていいかどうかは、線路の横っちょにある信号機を使っています。そして、ATS の役割について、鉄道信号システムを作っている人たちは、このように言いました。信号無視を防止するためのシステムでーす。ATS は、赤信号を無視した場合、または無視しようとした場合に作動し、電車を強制的に止めるシステムとなっています。したがって、目的は信号無視の防止というわけです。今のようなハイテクなシステムが存在していなかった昔、運転士が信号無視した結果、列車同士が衝突するといった大きな事故がありました。その結果として、信号無視を機械的にできなくしようとして作ったのが ATS だったとのことです。一方、ATC の役割について、鉄道信号システムを作っている人たちは、このように言いました。スピード違反を防止するためのシステムです。ATC は、決められたスピードの上限を超えた場合、あるいは超えている場合に、電車のブレーキを自動的にかけて制限速度以下まで減速させるシステムとなっています。前に電車がいる場合や、カーブの手前に差し掛かった場合には制限速度が下がり、それを超えたスピードで電車が走っているときに、自動的にブレーキをかけるのが ATC の役割とのことです。電車が進んでいいかどうかの指示も含めて、すべて運転席の機器に表示されるため、線路脇には信号機がないのが基本となっています。まあ、最近では ATS の中身もハイテク化して、黄色信号やカーブの手前で自動的に制限速度以下まで電車を減速させる機能は、ATS でもあったりするのですが、もともとは ATC が由来みたいです。まあ、ウプ主のおっさんは、文系出身のため、本当に、この説明が合っているのかどうか、全くわからないのですが、とにかく、こんな違いがあるみたいです。さて、ATC が初めて登場したのは、地下鉄日比谷線でした。ただ、当時の人々はこのように言いました。おい、これ ATS に自動ブレーキくっつけただけじゃねえかよ。日比谷線の ATC は、あくまでも自動ブレーキが搭載した簡単なものだったそうです。信号システム自体は、線路脇の信号機を使っていて、今の ATC とは結構違ったものだったそうです。今のような、本格的な ATC が登場したのは、東海道新幹線ができた時でした。新幹線を作るにあたって、当時の国鉄の理系の人たちは、このように言いました。線路脇に信号なんかあっても、早すぎて見えねえだろ。新幹線は、時速210キロで走るとのことで、在来線のように、線路脇の信号機を置くだけでは、運転士が、信号をまともに見えない感じとなり、大事故につながってしまうと言いました。さらに、国鉄の理系の人たちはこのように言いました。自動ブレーキもねえと危ねえだろ。自動ブレーキがついていない状態では、さすがに危険だとして、スピードオーバーが絶対にできないシステムを取り入れるべきだと言いました。こうした結果、東海道新幹線では、車内信号システムを使った ATC が取り入れられ、これが今の ATC のスタートとなったとのことです。その後、新幹線は ATC が絶対となったのですが、地下鉄に携わる人たちもこのように言いました。暗いトンネルを走る地下鉄も ATC の方がよくね。暗いトンネルの中を走り、見通しが悪い地下鉄でも、自動ブレーキが搭載された ATC が好ましいとして、全国の地下鉄で徐々に ATC が取り入れられるようになりました。なお、
最近の ATC は細かく信号を設定できる感じになってきました。そのため首都圏の JR と一部の私鉄はこのように言いました。 ATC なら電車のソーシャルディスタンスが短くて済むな。意味不明な発言で、実際にはこのようには言っていないのですが、 ATC は細かく信号を動かすことができるらしく、電車と電車の間隔を短くできるという特徴があるみたいです。前を走る電車に衝突しないようにするため、信号システムの都合上、ある程度は電車と電車の距離、今トレンドの言葉で言うソーシャルディスタンスが必要なのですが、 ATC は通常の ATS 方式よりもギリギリまで間隔を詰められるらしく、これに注目した首都圏の JR と一部の私鉄が ATC に切り替え、今に至る感じです。まあ、文系出身のウプ主のおっさんが解説する内容のため、かなりいい加減な内容になってしまいましたが、なんとなく分かっていただけたでしょうか？以上、ATC の仕組みについての大雑把な解説でした。なお、この動画には、間違った内容や、作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は、高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。